皆さんこんにちは。ターゲットワンチャンネルスタッフ生です。今日は生活用からタクティカルユースまで幅広いいろんな機種を取り揃えている新進系のライトメーカーオーライトさんの新製品と人気商品をご紹介したいと思います。じゃじゃじゃん。今日ご紹介するのはこちらの2機種。まずは新発売になるマルチパーパス多機能ライトシーカー3プロ、そしてレーザービームのような強力な収束光が特徴のウェポンライトオーディンターボ、こちらの2機種をね、エアガン射撃も交えながらご紹介していきたいと思います。今回レビュー用にまたまたオーライト様より直接お貸しいただきました。オーライト様どうもありがとうございます。ちなみにオーライト様ではまたまたセールを開催とのことで、セール情報はこちらです。はい、ということでね、今回も2つで盛りだくさんということで、早速レビューに行ってみたいと思います。最初にご紹介するのは新発売となるニュープロダクツシーカー3プロ。皆さんちょっとここ見てください。なんと最大光量4200ルーメン。これどれぐらいの明るさなんでしょうね。かなり強力っぽいんですけど、早速見ていきたいと思います。製品にはこのような丈夫なナイロン製ライトホルスターも付属します。バックルをしてこんな感じで入れてきちっと収納可能ですね。裏にはこのようにフックとかベルトループもあるので腰に取り付けることも可能です。なかなか高級感があるルックスですね。まずベゼル部分見ると LED が4つも入っております。これで強力な大光量を実現するんですね。ベゼルフェイスはギザギザのストライクタイプ、ここが特徴的なノブスイッチです。ノブスイッチはインジケーター付きで、スリープ状態からくるっと回すとインジケーター点灯するんですが、右の4つは充電状態、すぐ消えちゃうんですけどね。今満充電、左側は光量を示してます。このように光量が変わるとインジケーターも変わります。オーライトシーカー3プロのロゴが入っております。グリップ部分は脂肪加工になってまして滑りにくくなってます。テールエンドは充電用のマグネットターミナル、ここに充電器をくっつけるんですね。こちらは製品付属の USB 充電ケーブル、このようにテールキャップ部分にピタッとマグネットでくっつきます。インジケーターが緑の時は十分に充電がなされている状態、充電が少ない状態だとインジケーターが赤に点灯します。テールエンドキャップを外すとこのように結構でかいですね。専用の充電池が入っております。このシーカー3プロ、特徴的なのはこの独特なノブスイッチがついてまして、これでいろんなコントロールができます。まず消灯時に1秒以上押すとムーンモードですね、最弱の5ルーメン、非常に優しい光で店内の様子ほとんど分かんないですね。手元が見える感じです。長押しすると光量が切り替わります。指を離したところで明るさが固定されます。これがローモード50ルーメン。これだとね、店内の様子うっすら分かりますね。これがミッドモード300ルーメン。これだとね、わりかしはっきり見えますよね。このレンタルガンのあたりもよく見えます。こちらがハイモード1200ルーメン。これぐらいの明るさだとね、もうウェポンライトとしては十二分ですね。この10メーターの奥の方なんかも結構はっきり見えます。ノブをダブルクリックするとマックスの4200ルーメンになります。動画だとねちょっと違い分かりにくいかと思うんですが、肉眼で見るとねかなりパッと明るくなってます。今インジケーター光ってますけど、このノブスイッチをねクリクリ回すと無段階で明るさ調整できます。
どの状態からでもノブスイッチをダブルクリックするといきなりマックスの4200ルーメンになります。明るい、眩しい。今ターボモードの4200ルーメンなんですが、やっぱりね、出力が高いんでベゼル部分結構厚くなってくるんですけど、このシーカー3プロには安全装置が組み込まれてまして、この厚くなったベゼルに障害物が近づくとセンサーが感知してね、光量が落ちるんですね。危なくない温度の光量まで下がってね、火災などを防止するセーフティーが組み込まれてます。さらにノブスイッチをトリプルクリックすると、ちょっと皆さん気をつけてくださいね、画面が点滅します。このように、うわーやられる、ストロボモードになります。不意の点灯を防ぐためにオートロックも組み込まれてます。この消灯状態で30秒間何もいじらないとロックがかかっちゃうんですね。この時はこのノブスイッチをしても点灯しません。つけたい時はこのノブスイッチをぐるっと90度以上回すとね、このようにインジケーターが光るので、この状態でプッシュすると再び点灯させることができます。20メーターレンジで東京マリーグロック17ジェン砲を使って的打ちしてみたいと思います。これはムーンモード5ルーメン、これだと10メーターね、やっと見えるけど、もう20メーターほとんど見えないですね。ローモード50ルーメン、これも10メーターは見えるけど20メーターはちょっと厳しい。ミッドモード300ルーメン、ここまで来るとね、うん、まあまあちょっとでもやっぱり 20m 当てづらいですね。ハイモード1200ルーメン、お、これだとね 10m はもう余裕、 20m も割と見やすくて当てやすいです。そしてこれが最強4200ルーメン、わかる、はい、これだとね 20m 先の的も超余裕で見えます。次にご紹介するのはロングガンなどにワンタッチで取り付けできるウェポンライトオーディンターボ。こちらはね、従来からあるオーライトさんの人気製品の一つですが、サバゲなどでも使えるように抑えめの光量になってますが、最大照射距離がなんと 1050m、 1キロ超えということでね、果たしてどんな感じに見えるんでしょうか。オーディンターボ本体、ウェポンライトだけあってなかなかいかついルックスをしてますね。こちらが同シリーズのオーディンミニなんですが、全長が結構違いますよね。オーディンターボの方が全長がだいぶ長いです。リフレクター部分を比べてみます。オーディンミニの方はね、オーソドックスなシルバーのリフレクターと透明なレンズがついているオーソドックスなタイプなんですが、オーディンターボの方はなんかレンズのような不思議な感じになってますね。どちらもベゼル部分はギザギザのストライクタイプで、こうひねりというかね、この回転が加わってるようなすごく攻撃的なスタイルになってます。横にはレーザーワンという刻印がありますね。まさにね、このオーディンターブの特徴はレーザービームのような強力な収束光なんですが、後でちょっとお見せしますね。ボディ側面にはオーディンターボの刻印が入ってます。あとはオーライトのネームですね。こちらがテールスイッチ部分です。こちらを押してオンオフをコントロールします。ガンに取り付け前提のウェポンライトなので、このような取り付け用の基部もついてます。テールキャップ部分を外すと、こちらも結構大型のね、専用充電池が入ってます。オーライトさん製品にはだいたいね、この充電 USB ケーブルが付属してるんですが、こちらもシーカーと同じようにこのままね、プッシュスイッチのとこがマグネットになってまして、ここにカチッとくっつけて充電します。
ボーディンターボにはこのような 20mm レール用のアタッチメントが付属しています。ロングガンのハンドガードにこのように 20mm レールが付いてたら簡単に取り付け可能です。レールにはめ込んだらこの2箇所の六角ネジを締め込んで固定します。このように 20mm レールにマウントを取り付けてライトをセットします。ここがライトのロックスイッチですね。これを押しながら溝にライトをはめ込みます。このロックスイッチ部分、鍵みたいなマークがあるんですけど、ライトを差し込んだ後にこのロックスイッチを押しながら90度回転させるとロックがかかってライトが抜けなくなります。今鍵がかかっている方向にね、矢印が向いていると思うんですが、これがロック状態です。ライトを取り付ける溝はここの他にこの上部分にもついているので、取り付け位置を任意に選ぶことができます。上につけるとこんな感じです。このレールアタッチメントの溝は双方向から取り付け可能です。こっち方向でも逆向きにしても OK です。もう一つの溝もこっちからでも逆向きでも取り付け可能なので、こんな感じでトップレール、サイドレール、アンダーレールを使って任意の位置に取り付けることができます。これはなかなか汎用性高いですね。20mm レールに取り付け可能なリモートスイッチが付属しているので、このようにリモートスイッチを 20mm レールにつけて、テールキャップ部分にこうカチッとね、ここもマグネットでつくんですけど、これでね、構えながらウェポンライトとしてね、ピカッとこうつけたり消したりできます。何度か動画でご紹介してますオーディンミニ、オーディンターボの方がね、やっぱりちょっと長いんですけど、今 M ロックレールハンドガードについているのはオーディンミニに付属する M ロック用マウントです。このね、 M ロック用マウントにもこのようにオーディンターボを取り付けることが可能です。オーディンターボの製品にはこの 20mm レール用アタッチメントが付属するんですが、別売りでこの M ロック用マウントも使えるので、自分が持ってる銃に合わせてね、こう簡単に入れ替えられるのもいいとこですよね。ここのテールスイッチでもオンオフをコントロールできます。軽く押すとローモードの90ルーメン、強く押し込むとハイモードの330ルーメン、ワンクリックで離すとハイモードで常時点灯モードになります。リモートスイッチはこのリング部分をね、前に押すとロックが効いて外れなくなります。このリモートスイッチだとね、ローモード使えないんですね。点灯すると自動的にハイモードになります。このオーディンターボの最大の特徴はですね、オーライト製品の中では330ルーメンというね、比較的抑えめな出力なんですが、レーザービームみたいなね、光軸の強さと最大照射距離なんと 1050m、 1キロ先まで照らせるというね、遠射性能が魅力となっております。 10m ぐらいだともう余裕で見えると思うんで、いきなり 20m レンジでですね、この 10m 地点と 20m 地点にこれと同じ大きさ 12.5 センチの鉄板プレートを設置してますので、それぞれの距離でどんな感じで見えるか打ってみたいと思います。まずはこれが90ルーメン、90ルーメンでもね、どちらの距離も割と綺麗に見えますね。そしてこれが330ルーメン、レーザービームみたいにね、光の光跡がうっすら見えるかなと思うんですけど、周辺視野は狭いですけど、ターゲットのところだけピンポイントでめちゃくちゃ明るく見えます。
いや、20メーター先もね、暗闇でもよく見えましたね。最大照射距離1050メーターということで、20メーターなんか余裕だと思うんですが、最後にね、当店で毎月開催してます、ツーガンアクションマッチ、ラン&ガンのローライト、暗闇でね、ライトを使って攻略するステージに、シーカーとオーディンターボでチャレンジしてみたいと思います。はい、ということで今回はオーライトさん人気のウェポンライトオーディーンターボと新製品こちらのシーカー3プロのレビューをお送りしてきましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。新製品シーカー3プロは4つの強力な LED 搭載で、なんとマックス4200ルーメンというね、もう数がでかすぎてよくわからないんですが、闇を光光と照らすことができる大出力がまず特徴ですよね。ノブスイッチで無段階光量調節できたり、電池残量も分かったり、ストロボ機能もついてたりとね、とにかくオーライト製品らしい多機能ライトということで、こちらはね、ウェポンライトってよりもね、普段使いっていうか、むしろ災害の時に威力を発揮するようなキャンプなんかでもいいかもですね。これいつも言ってるんですが、とにかくいろんなシチュエーションで使いやすいマルチパーパスなライトでした。そしてこちらのオーディンターボはね、サバイバルゲームでも使えるようにちょっと抑えめの出力ながら、レーザービーム並みの強力な光軸でね、遠くまでくっきりターゲットが見えるというね、ちょっと特化した性能を持つ特殊なライトでしたね。冒頭に告知したようにオーライトさん今セール開催中とのことでね、今日の動画見ていいなと思った方、これ以外にもね、いろいろお安くなっているものがありますので、ぜひぜひオーライト製品ゲットしてみてください。ということで今回はターゲットワンチャンネル出演がオーライト製品レビューをお送りしました。また次回お楽しみに。